さあマリサ、今日は何の解説をしてくれるのかしら。個人的には昭和アニメの解説をしてほしいんだけど、何かないかしら。随分ピンポイントなジャンルだな。まあちゃんと昭和アニメを持ってきたんだが。私たち、通じ合っているのね。いつもよりデレ要素が多い霊夢は置いといて、今回は昭和の人気アニメパーマンについて、解説していくぞ。パーマン、名前は聞いたことあるけど、そういえばあれってどういう内容のアニメかは、知らないわね。マリサが紹介するなら面白いことは間違いなさそうだけど、今回は霊夢のようなパーマン初心者のためにパーマンの内容や面白さ、そして主要キャラで、ありながら最終回まで正体がわからなかったパーマン3号の正体について解説していくぞ。前半はありがたいし、後半は気になる部分ね。濃い内容を期待してるわよマリサ。では早速解説していくぞ。早速だがパーマンとはどういう作品なのかを解説していくぞ。パーマンは1966年に藤子不二雄名義で連載されたラブ SF 漫画だ。1966年って50年以上前の話なのね。物語の簡単なあらすじとしては、冴えない小学生の主人公諏訪光男が宇宙人からもらった。パーマンセットを装着して正義のヒーローになって活躍する物語だな。ここまで聞いていると王道な昭和の SF 漫画って感じがするわね。この作品って正義のヒーローと悪者が戦う感じの作品になるのかしら？もちろん悪役が出てきて戦うシーンもあるし、笑えるギャグパートもある。重すぎず、軽すぎない笑いと涙ありの作品だと私は思うぞ。それだけ言われたら確かに面白そうね。この作品は笑いもありながら正義のヒーローを隠しながら生活する小学生の葛藤や、本当の正義とは何なのかを考えさせられる作品で大人が見ても面白いと思うぞ。そう考えたら早く作品を見たくなってきたわ。この作品は連載の翌年の1967年にアニメ化されて高視聴率を叩き出してるんだ。藤子先生といえば、ドラえもんが有名よね。パーマンにもその要素が現れているのかしら？そうだな。ドラえもんにも秘密道具が登場するように、パーマンにも当時の子供たちが、憧れた道具が登場するぞ。便利な道具に関してはまた後で解説していくぞ。おお、それは楽しみだわ。子供の頃はパーマンの秘密道具にワクワクして大人になってから見ると、主人公の葛藤や、自分自身の考えを改めることができる素敵な作品なんだぜ。ストーリーは大体理解できたと思うので今度はパーマンに出てくる登場人物について、解説していくぞ。頼んだわよマリサ。まず紹介するのは主人公の諏訪光男だ。表向きは勉強も運動も苦手な小学5年生で、正直パッとしない陰キャだ。はっきり言うわねマリサ。言葉が強くてびっくりしちゃったわ。なんだかドラえもんののび太くんみたいね。共通点は多いが、のび太と違って彼には裏の顔があるんだぜ。それがパーマンなのね。そうだぜ。だが実際はパーマンになっても元の性格が大きく変わるわけではないから、5人いるパーマンの中で一番頼りなく他のパーマンから指摘されることも多いんだ。マスクとマントで性格までは変えられないわよね。しかし主人公らしく回を重ねるごとに成長していく姿には注目してほしい。5人いるパーマンだが、それぞれ1から5号と呼び合っているんだぜ。じゃあ主人公はパーマン1号になるのね。じゃあ2号は？ 2 号はブーディーという名前のチンパンジーの子供で、1号と1番コンビを組んでいるパーマンだな。え？チンパンジーなの？それってパーマン的にありなの？宇宙人からしたら、人間もチンパンジーも大して差がなかったんだろう。ブーディーはたまたまパーマンとしての素質があったから2号として活動することになったんだ。人間だけじゃないっていうのも面白いわね。3号は？3号はパーマンで唯一の女の子で、仲間からは3号ではなくパーコと呼ばれているな。パーコって、今だから言えるけどちょっとダサいわね。3号自体はパーレディと呼んでほしいと作中でもアニメでも話しているが、全員がパーコ呼びでパーレディとは呼ばれないんだぜ。いや、パーレディもちょっと、そんなこと言うな霊夢。当時はそれがイケてたんだから。そうね。4号の正体は大山宝禅という大阪のお寺で小坊主をしている少年だな。まさかのここで大阪出身の子が登場するの？ちなみに主人公たちが住んでいるのは東京都三鷹市にある漫画の町というところが舞台になっていて、4号だけが大阪出身ということになっているな。パーマンって同じ小学校のメンバーとかじゃないのね。4号はどういう子なのかしら？ 4 号は正義は何も人助けだけやないという独自のキャッチフレーズを掲げ、パーマンの能力を利用してお金儲けをするちゃっかりした一面を持っているんだ。おお、子供ながらにたくましいというか。ちなみに仲間内からはパーヤンと呼ばれていて、仲間内では最年長の12歳として、頼りにされている存在だな。12歳で最年長なのね。じゃあ5号はどんな子なのかしら？ 5号は山田光一くんという2歳の赤ちゃんだ。チンパンジーでも驚いたけど、今度は2歳の赤ちゃん。知
かも5号は旧作でしか出てこないレアキャラで今発売されているパーマンでも登場するのは、指で数えるほどしかない幻のパーマンなんだぜ。そんなこと言われるとすごく気になるじゃない。ここまで聞いてると、冴えない主人公、天才チンパンジー、唯一の女の子、大阪の天才少年、2歳のスーパー赤ちゃんって感じのラインナップかしら？この短時間でよくまとめたな。おおむねその通りだ。そしてパーマンを語る上で大切なキャラがもう一人。主人公たちをパーマンに任命したスーパーマンだ。宇宙人ってあらすじにはあったけど、それがスーパーマンなのね。スーパーマンはスーパー星という惑星から地球を訪れて、パーマンにふさわしい人間を見極めて、パーマンセットを渡すんだぜ。パーマンってスカウト星だったのね。スーパーマンって言われたら別のヒーローを思い浮かべちゃうわね。その関係もあって新作ではスーパーマンではなくバードマンという名前になっているんだぜ。さっきの5号でも思ったんだけど、旧作と新作があるってどういうことなのかしら？そうだな。登場人物はこれくらいにして、次のパーマンの面白さの部分でそれを解説していくぞ。パーマンの面白さを考える上で、やはり旧作派新作派が存在することだな。さっきも言ってたやつよね。これってどういうことなの？まず旧作と言われているのが、1966年から2年間連載していたもので、これは藤子不二雄名義で、連載していたものだな。新作というのは1983年から3年間連載されたもので、これは藤子 F 不二雄名義の作品になるな。え？藤子不二雄先生か藤子 F 不二雄かの違いってことになるの？旧作と新作でどういう違いがあるのかしら？そうだな。まずは旧作の特徴としてはギャグ要素が多く、水爆、国際軍事、エベレスト遭難などを扱ったシリアスな場面も多かったので、今では規制がかかる内容だったんじゃないか？おお、当時の社会問題に切り込んでいく形のスタイルだったのね。しかも当時はカラーテレビじゃなくてモノクロテレビだったから、アニメが放送された当初は、白黒のアニメーションだったんだぜ。新作の場合は旧作と同じくギャグ要素はあったがパーマンの能力を活かしつつ各キャラクターに焦点を合わせたエピソードを中心に書いていてここから SF 要素の強い作品になったと言えるな。新作ができたことでアニメも新しく制作されていてカラーテレビでアニメが放送されていたんだぜ。話とかもガラッと変わったのね。若い世代のパーマンのイメージは新作のものだと思うが藤子作品マニアから言わせたら旧作の方が好きだったと答える人もいるだろうな。タイミング的に旧作と新作どっちも見てる人だったらそれぞれの良さを知れるってことね。確かに私が思い浮かべたパーマンのイメージってマントとマスクをしたヒーローってことが想像できたわね。あとは旧作から約20年後に新作が作られていく中で敵役の設定が進化したり漫画の構成が新しくなって読みやすくなるなど読者にとっても読んでいてワクワクするのも特徴としてあるな。もともと旧作を知っている人は新作との比較ができるし新作から入った人ももともとの設定を旧作で知れるから奥深い作品ってことになるのね。旧作新作どちらにも言える共通点といえばパーマンセットもパーマンを語る上で欠かせない面白さになると思うぞ。パーマンセットってそもそもどういうものなの？パーマンの資格があると認められた人間にはスーパーマンから、マスク、マント、バッジ、コピーロボットのパーマンセットが渡されるんだ。パーマンたちはそれをつけることによって人間を超えた超人になれるんだぜ。これは当時の子供たちはワクワクすること間違いないわね。ちなみにどんな能力が備わるのかしら？では順番に解説していくぞ。まずはマスクだが、これの実体は仮面だ。この仮面をつけることで体内にパーマロゲンと呼ばれる物質が生成され、骨の強度がダイヤモンド級になって力が強化されるんだぜ。マスクをつけただけで骨が強化されるなんてカルシウムも裸足で逃げ出すわね。さらには耳の中央にあるダイヤルを回すと万能翻訳機になったり透視能力も備わっている便利道具だな。マスク一つで複数の能力がつくなんてこれあればどんな敵とも戦えるんじゃないの？いや、万能なものなど存在しないからな。このマスクにも弱点があるんだ。弱点？このマスクの効果はあくまでも肉弾戦に有利なもので、精神的なものには効果がない。つまり催眠とか精神攻撃には効き目がないってことね。あとは不死身になれるわけでもないから、怪我をしたら普通に痛い。そこは普通の人間と同じなのね。なんか安心するわ。そんなマスクと同じく登場回数が多い道具がマントだ。空を飛べる魔法のようなアイテムよね。まあそうだな。このアイテムの登場回数が多い理由は、パーマンが気絶したり入浴中の時に誤って装着してしまうケースがあったからだぜ。それは災難な状況ね。ではバッジはどんな機能があるか予想できるか？
イメージはトランシーバーみたいな感じで連絡が取り合えるとかだと思うんだけど、なんかそれだけじゃないような気がするわね。私が考えるパーマンセットの中で最強のアイテムがこのバッジなんだが、役割としては霊夢が話してくれた通りの使い方で合ってるぜ。じゃあ他にはどんな使い方をするの？このバッジは約1ヶ月分の酸素が内蔵タンクに蓄えられるので、縦棒の部分を口に加えることで水中や地中、宇宙などの酸素がないところでも呼吸が可能なんだぜ。めちゃくちゃすごい道具じゃない？酸素が1ヶ月分あれば十分生きていけるわね。あとは簡易レーダーとして使うこともできるので、遭難した時でも安心だな。まさにパーマンの生命線とも言える道具ね。最後に紹介するのはコピーロボットだな。これは自分の分身になったり、動物になったり、する身代わり人形のようなものだな。私も欲しい能力だわ。コピーロボットなんていろいろ活用できそう。もちろん欠点があるけどな。まあそうよね。コピーロボットの使い方はロボットの鼻の部分を押すことで起動するんだが、何も知らない一般人も間違って押してしまうことがあるんだ。起動方法が簡単だからこその悩みよね。それにコピーロボットは自我を持っているので、時々主人公たちに逆らうこともあるので、思い通りに動いてくれないこともあるんだ。私がやっても動いてくれなさそうね。でもこんな道具を出されたら当時見てた人たちはたまらないでしょうね。パーマンの面白さは藤子作品だからこそ実現できた。他作品とのコラボもあると思うぞ。他作品とのコラボ？もちろんパーマン単体でのアニメ放送も大成功していて、旧作の方は最高視聴率 35.6% という高視聴率だったんだ。国民の3割が見てたってこと？すごい人気ね。しかもモノクロ放送でしょ？それだけアニメとして内容が面白かったんだな。パーマンが放送される前までは同じ時間で、お化けの9太郎が放送されていたこともあって、当時のアニメとしてはトップクラスの視聴率だったんだな。アニメとは思えない視聴率の高さよね。パーマンはアニメだけでなく劇場版も5作品出ているから、アニメ制作会社も力を注いでいた作品だったと言えるな。1980年にはドラえもん、お化けの9太郎、パーマン1号の3人が揃ったドラキューパーマンという特番が出て、作品を超えてコラボが実現するなど、昭和のアニメ史に残る出来事があったんだぜ。それはちょっと気になるわね。確かに平成になってもドラえもんでパーマンに出てくるキャラクターやアイテムが登場したりするわよね。そうだな。子供が見ても大人が見ても楽しいアニメだったからこそ、今でも作品に登場してくるのかもしれないな。最後に紹介するのは高一点のパーマン3号の正体についてだな。そういえば3号だけ説明が簡単だったような。正体が最終回までされていなかったんだっけ？これもまたファンの間では話題に上がる要素なんだが、この作品にはヒロインが2人いるんだ。え？そうなの？3号だけじゃないのね。もちろんパーマン3号もヒロイン枠だが、もう1人のヒロインが主人公の幼馴染の沢田美智子だ。つまり1号は幼馴染と3号に挟まれてるってこと？パーマンってラブコメ要素もあるのね。まあ表面上はただの幼馴染と同僚って感じだけどな。だがここで大事になってくるのが3号の正体だ。確かに、結局3号は誰なの？もしかして男っていうオチなの？そんなわけないだろ。パーマン3号の正体は美少女アイドル歌手の星野すみれなんだぜ。美少女アイドル歌手ってすごい肩書きね。実は主人公は星野すみれの熱狂的なファンで、パーマン3号はそのことを知っていたので、最終回まで正体を明かさなかったとされているんだ。え？熱狂的なファンだから？それもあるが、パーマン3号は主人公に好意を寄せていたんだ。回が進むにつれて、美智子と仲良くする主人公に嫉妬したりもするが、正体を明かしてしまうと、今まで通りの関係ではいられなくなるかもしれない。そんな女の子らしい性格もあって、パーマンの中では上位の人気を誇るキャラクターだな。やだ、小学生でそんな甘酸っぱい恋愛を。精神年齢は霊夢より大人かもしれないな。ちなみに漫画でもアニメでもパーマン3号の正体は星野すみれであるとぼかしながらも、予想できるようにはなってるから、作品を一から見てるファンは気づいていただろうな。パーマンを見るときはそこにも注目してみるわね。さて、ここまで解説してきたがどうだった？最初はドラえもんみたいな作品なのかと思ってたけど、正義のヒーローとして、戦ったり、子供ながらに成長していく姿を描いている作品なら、大人でも楽しく見れそうだなって思ったわ。今回はあえて最終回の結末を出さなかったが、気になる人はぜひ見てみるといい。すみれちゃんが正体を明かすシーンを見逃すわけにはいかないわね。早速パーマンを探しに行こうかしら？お、じゃあ一緒に探しに行くか。最後までご視聴ありがとうございました。この作品が面白いと思ったら、チャンネル登録・高評価ボタンをよろしくな。
他にもマリサに解説してほしいアニメや漫画があったらコメントで教えてね。それでは今回はここまで。バイビー。